こんにちは、油見長男です。今日はレモンサワーのレビュー動画ですよ。本日いただきますのはこれ。その名もまんまの、レモンサワー、です。アルコール分は 7%。ミドルクラスといったところですね。レモン果汁はしっかり 2% 入っております。パッケージデザインは個人的に好きですね。では裏側を見てみましょう。使われているのは焼酎ではなくウォッカですね。製造は参考食品工業さんです。販売は富永貿易さんですね。いろんな OEM 商品を扱われている会社です。栄養成分的には、糖類ゼロになっていますね。これは糖質オフ中の身にはありがたいです。缶に書いてある通り、すっきりシャープな味なのか、ゆっくり試しましょう。ウイスキーのテイスティンググラスでいただきます。レモンサワーは冷蔵庫でしっかり冷やしてありますが、一応氷を用意してあります。では、プシュッと回線。炭酸が良い感じだね。それでは、いただきます。おほ、これはかなりのスッキリタイプ。いいんじゃないでしょうか。スッキリだけど、レモンは結構効いていて爽やかです。2% は伊達ではなかったですね。じゃあ、どんどん行きましょう。甘さという点ではほとんど感じませんね。これだけで飲むよりも、食事に合わせるのが似合うかも。脂っこいメニューに合いそうです。アルコール感はちょうど良い感じですね。ワークマンの上にワークマンを着ていますね。着ている服のほとんどがワークマンの油見長なんです。お値段は安いですが、味は決して安っぽくありませんよ。香りも爽やかですね。ちなみにお値段は88円でした。他社のサワーと比べてお安い設定ですが、それは広告費などの差で安くできていると思います。ごくごく飲むには 7% くらいがちょうどいいのかも。ごちそうさまでした。